メルヒオール・ボルヒグレビンクはデンマークの作曲家。父はオランダ出身でデンマーク宮廷に仕えていた音楽家、ボナフェントゥラ・ボルヒグレビンクで1587年1月にフレゼリク・ニセイによって宮廷学長に任命され15人のトランペット奏者と9人の器楽奏者と20人の歌手を率いた。同年7月に不明の理由でボナフェントゥラは 学長を解任されたが、企学奏者だったメルヒオールは学団に泊まった。1588年に、幼年のクリスチャン4世が即位したが、経費削減で、宮廷学団への支出は抑えられた。しかし1696年からクリスチャン4世の申請が開始されると、宮廷学団は大幅に拡充され、企学奏者は15人に増やされ、 歌手23人とトランペット奏者33人が新たに加わった。この頃にはメルヒオールは学士たちからリーダーとして認められていた。ボルヒグレビンクはロンドンやダンツヒに楽器の買い付けに派遣され、さらにベネツィアに留学してジョバンニ・ガブリエリに学んだ。1601年にロスキレ大聖堂の参事に任命された。1618年に宮廷学長となり、 副学長には、弟子で、ベネツィア留学に随行したモーエンスペデルセンが、任命された。しかし1627年に30年戦争の、戦費年出のためボルヒグレウィンクは解任され、ロスキレに陰性した。1631年に再起用されたものの、翌年に死去した。現存する作品は少ないものの、マドリガーレと5つの楽器のための部曲集である。 ドゥアーナとガリアルド第一集などがある。ありがとうございます。